ランニング食堂です。本日はですね9月17日なんですけど、オンから新しいシューズが発売されてたので、なんかそれをちょっと動画にしてみようかなと思いました。まあ、その出てる商品がクラウドフラッシュっていうモデルなんですけど、まあ、これが一応なんだろうな、クラウドブームより多分よりスピードを出せるシューズになるみたいですね。僕もあんまりオン自体は知ったのはもう最近じゃ最近なんで、フラッシュっていうモデルは履いたこともないですし、まあ、履いたことあるシューズも限られてはいるので何ともちょっと言い難いんですけど、まあ、クラウドブーム自体がマラソン用シューズ、マラソン最速モデルみたいな感じのモデルで、まあ、僕自身も購入して履いてみた感じ、こちらですね、履いてみた感じ、まあ、だいぶスピード乗せれる感じはやっぱりありますね。本当にスピードは乗る感じはあるので、ただやっぱり他の某メーカーさんのものに比べると少しスピード乗りづらいなっていう感覚はあったんですよね。まあ、用途が違うっちゃ違うので、それぞれの良さはあったんですけど、まあ、よりスピードが出せる、クラウドブームよりよりスピードが出せるモデルっていうことで今回また最新モデルが出ております。一応価格が26,800円なんですね。20,000円以上、確かクラウドブームが19,000円ぐらいだったんで、それよりちょっと高いぐらいかな。今インターホームページを見てるんですけど、基本的な性能というかテクノロジーの部分は多分一緒ですね。クラウドテックが2層になっていると、それプラスカーボン入りのスピードボードを搭載しているというところで、まあ、ほとんど多分一緒かな。まあ基本的な構造は一緒な感じですね。あ、ごめんなさい、クラウドブームよりちょっと安いのか、税込み価格か、こちらのクラウドフラッシュの価格が税込み26,800円かな、でクラウドブームが21,780円なんで、まあ、1000円ぐらいブームよりは安いって感じですね。で一応今オンのホームページ見てるんですけど、オンのホームページってこのスペックをこう見比べれるようになってるんですよね、シューズとシューズの。それちょっと今見てるんですけど、まあ、使用用途がクラウドフラッシュの方がトレーニングとレース用で、ブームの方がレース用っていうことで書かれてて、まあ、多分これがトレーニングっていうのが、まあ、基本的に、フラッシュの方が短距離モデルで、ブームの方がより長いモデル、マラソンとかのモデルなので、まあ、トレーニングでマラソン距離走るってことないじゃないですか。なんでそこの差でトレーニングレース用途とレース用途って変わってるんだと思います。まあ、この辺は履いてみないとちょっと分かんないですね。で、使用おすすめの使用路面はどちらもロードですね。あんまりトラックには向かない感じかな多分。まあでもトラックに向かないって言ってもベイパーフライもそうですけど、もともとあれもロード用で作られてるんですけど、まあトラックでも十分使えるんで、多分こっちもこのシューズもトラックでも全然使えるんじゃないかなと思ってます。でクッショニングがフラッシュの方がダイレクトとバランスがある、で逆にブームの方はバランス重視ってところで分かれてるみたいですね。これはどうなんだろうな、多分ダイレクトっていうのがより設置した時の感覚を重視してるというか感じやすいってところなんで、あんまりあれかな、クッション感じなくて反発強めみたいな感じだと思いますね。クッションが硬い感じっていうのかな、パン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 と跳ね返してくれるようなイメージなんかなと思います、ブームよりも。で、まあ、適している用途っていうところでも、まあ、やっぱりあれですね、フラッシュの方が高速で走るロードレースとか、まあ、インターバルトレーニング5キロ10キロとかのロードレースですね。逆にブームの方が高速レースで、または10キロから42キロのロードレースとか、まあ、長距離のインターバルにも適しているってことで書かれてます。まあ、概ね僕の今の所感通りかなってところですね。で気になったのが重さなんですよね。このクラウドフラッシュって重さめちゃくちゃ重いみたいですね。クラウドブームが 225g らしいので、クラウドフラッシュが 280g あるんですよ。そう考えるとめちゃくちゃ重いなって思うんですよね。ブーム自体が軽かったので
意外と、長距離向けというか、あ、じゃない、レースモデルとか短距離モデルにしてみると280って結構重いんじゃないかなと思いますね。どうなんだろう、この辺はなんか重い理由があるのかもしれないですね、あえて重くしてるとか、まあ、その辺はちょっと実際見てみないと分かんないし、買ってみないと分かんないってところもあるんですけど、基本的により短い距離になるとやっぱり軽い方がいいと思うので、なんだろう、スパイクとかじゃなく、スパイクとかも 200g を超えることはほとんどないんじゃないかなと思うんで、少し重い気もするんですけど、その重さがなんか理由があるのかもしれないですね。もうブームより重くなってるんで、まあ、それは多分何かしらのオンならではのなんか革新的なところがあるんじゃないかなっていう。でドロップについては、クラウドブームの方がだいぶドロップ率高かったんですよ。クラウドブームが 9mm に対してクラウドフラッシュはドロップ 5mm ですね。なんでめちゃくちゃドロップのところでの差がでかいですね、ブームとの違いとしては。基本的になんかドロップが高いと初心者向け、足のサポート感が強いみたいな、転がして前に押し出してくれるっていう感覚が強い。でもその分走りにスピード感が出しにくいっていうのが一般的なドロップの高いもの。逆にドロップの低いものに関しては、そのサポート感があんまりないので、自分の着地でしっかりと押していってくれるみたいなかなっていうところですね。なんだろうな、ドロップ低い方が、より自分の重心を乗せやすくて、自分のその感覚で走りやすいみたいな感じが一般的なところかなと思うんですよね。だからよりなんだろう、薄底シューズに近いのかな、多分クラウドフラッシュ自体は。うん、多分そうですね。そのゆりかごソールというよりは、このグッと前に転がして押し出すというよりは、本当に自分で接地感覚を持って走り出すみたいな。でカーボン入りのスピードボードも当然入ってるので、まあ、それをしっかりと支えてくれるみたいなモデルになるのかなってところですね。まあ本当これ気になりますね。なんだろう、この短距離モデルなのに、短い距離モデルなのに重さがまあまああるっていうところで、なんかオンならではのその特徴があるんじゃないかなっていう感じですね。あ、でもどうなんだろう、アルファフライとかも結構重いですもんね。だから別に重さってあんまり感じ、そこまで気にする必要はないのかな。まあその辺ちょっとよ、現物履いてみないと分かりづらいところもあるので、まあ今日はそのオンのクラウドフラッシュっていうモデルが新発売するということで、ちょっと動画にしてみました。気になる方はオンのホームページ概要欄に貼っておきますので、スペックの比較とかもできて結構面白いですよ、オンのホームページ。うん、気になるのはこのドロップの低さと重さが少し気になりますね。どんなものなのか。ベイパーフライがドロップ多分8ミリとかですよね。初期のモデルが10ぐらいあって、結構ガッツリとカクンといく感じが強いみたいな。10ミリもあると多分ガッツリと前に、かかとでついたらもうすぐ前にカタンと落ちるみたいな。イメージが強いみたいな感想があるみたい、多かったみたいなんですけど、まあ、その2代目以降が確か8ミリに変わって少し抑えられてるみたいな。でもそれでも多分8が多分普通ぐらいなのかな、基本的には高ドロップって感じではないのかな、多分8前後が普通みたいな。だからそれを比べると5ミリって結構ドロップ低いんで、より自分の足の感覚で走れるみたいなところだと思うんで、楽しみですね。もし購入できたらトレーニングで使っていきたいなと思います。うん、トレーニングで使っていければ、なんかその薄底シューズの、なんだろう、今後多分トラックだと薄底だとかスパイクが主流になってくると思うんで、楽しみですね。今日はそんな感じの動画になります。ご視聴ありがとうございました。どうも、ランニング食堂です。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。これからも日々の練習、マラソンが楽しくなるような動画を投稿していきますので、チャンネル登録、何卒よろしくお願いします。Twitter では普段のジョグや食事、趣味、投稿してますので、概要欄からフォローのほどよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。